山口敏太郎です。山口敏太郎日記。今日はですね、後ろにちょっと犬がうるさいですけども、左翼の精神構造と、幼児期の親への反抗についてちょっと考えてみたいと思います。僕は仕事柄ですね、あんまり僕は特に左だ右だっていうふうにこだわる気はないです。まあ自分の考え方としてはもうバリバリ保守なんですけども 左の人とも喋りますし、飯も食いますし、普通に付き合いはします。で、左の人、右の人、まあ中道の人、ノンポリの人、いろんな人と話をするんですが、それをしている最中でちょっと気づいたことをいくつか申し上げます。まず左の人の傾向なんですけども、どうもですね、子供の頃の親に対する反発心とか反抗心を、反権力に置き換えてるような気がしますね。子供の頃、まああるいは思春期にかけて、まあ親と対立してしまった、親に反抗的になってしまった、そんなことがあってですね、まあ親イコール権威、権力、それを大人になってですね、政府とか権力とか大企業に親への怒りを置き換えているような気がするんですね。子供頃受けた親からの不条理な、あるいは仕打ちとかですね、論理破綻してる、叱責なんかに対する憤懣やるかたない怒りがですね、どうしようもなくてですね、大人になった時にそれを解消するために反権力に走ったり、まあ政府、親への怒りを政府への怒りに置き換えたり、大企業という権威のあるものが親の権威のある親ということで置き換えたりですね、まあ、要するに子どもの頃のトラウマを大人になってですね、反日とか反権力、そういうふうに代償行為としてやってるだけではないのかなといった印象があります。ですから、何て言うんでしょうね、最後の人ってね、例えば労働運動にしてもですね、まあ貧困問題とかですね、まあいろんな差別問題とかいろんな問題をやってるんですけども、彼らはですね、その問題に本当に問題があってやってる人とは違う2種類あるんですよね。僕の学生時代もですね、成田闘争というのがあってですね、最悪の連中がね、同級生とかもいっぱい参加してるやつ、いっぱい行ってもないな、全体で7、8人でしたけど、大学時代いました。で、まあ彼らね、なんだろう、本当に困ってね、反対してる地元、例えば沖縄の地元の人とか、ほんの少数なんですね。成田も地元の人はほんの少数なんです。で、むしろその問題のあるところに押しかけていって、左翼が騒いで、ちょっと人数を水増しているだけであってですね、実際騒いでる人の大体7、8割はもう、わざわざ他から押しかけていって騒いでるという。で、そういう左翼の人たちで、親に対する反発心の代償行為なんで、問題が解決したとしてもですね、収まらないんですね。で、こういう問題がありました、そこでこういうふうに解決しましたっていうならともかく、普通ならそこで解決できるんですよ。ところがね、解決できない。まあ理由は簡単ですよね。親への代償行為だから、その不平不満の本質は、子供時代の親に対する不満があってそういう活動になってるんですから、例えば基地問題とかですね、そういったものを解決したとしてもですね、その人の権力とか大企業とか官僚とかに対する、そういった権威のあるものに対する反発心っていうのは、子供時代のトラウマなんですから、そこをメンタル部分で治療しないことには治らないんですね。だから僕は最近はですね、左翼はね、心の病気であるというふうに思ってます。なんでこういうふうに露骨な反権力とかですね、反日行為をするのかなと思っておったんですけども、まあ、理屈で考えてわからないはずですね。病なんですから。ですからね、僕はね、ある意味最後の人たちも気の毒な子供時代起こったのかなと思って同情するところもあります。ですが、あくまで代償行為としてその問題を彼らは取り上げてるだけであってですね、それを解決しても彼らは納得しない、また新たな不満
のある問題を見つけてきては騒ぐだけという、一生そういうことを続けるんでしょうね。そういった部分では、保守系の人たちって結構割と親孝行だったり、親に可愛がられたり、厳しくはされてもそれが愛情だったりですね、する場合があるんですね。それ考えていくと、保守系の人たちっていうのは幸せな子供時代を送ったのかもしれないですね。ちょっと犬がうるさいですね。